わかった。確かに泥まみれだ。風呂をもらうとするか。ふう、疲れが癒される。着替えここに置いておくから。サンクス。ほう、さすがロイヤルスイートだ。金がかかると違うね。いつもこんな暮らしをしているのか。金鉱でも掘り当てたのかい。ま、幸せそうで何よりだよ。タオル、着替えの上に置くわ。どうだ、昔みたいに一緒に入るか。ま、嫌ならいいんだけどな。あれから1年以上経ってるわけだし。何言ってるんだ、バカか俺は。お前にだって恋人の一人や二人いてもおかしくないよな。いや、もしかしたら新しい亭主かもしれんが。はっ、歯止めが効かん。どうかしてる。話題を変えよう。ところで、お前今何をやってるんだ。って、決まってるじゃないか。どこかに勤めているのか。これだけの暮らしだ、さぞかしいい仕事を。お見通しでしょ。何をだ。意地悪なのね。何が。知ってて言ってるくせに。一緒に入っていい。お前の風呂だ、構わんさ。俺は出るぜ。そう、待ってて、私もすぐに出るわ。さすがロイヤルスイートだな。眺めも料金分ってわけか。外はやや寒いが、今の俺にはちょうどいいくらいだ。なぜ俺はここにいるんだろうか。なぜあやめを拘束してさっさと警察に突き出さない。なぜ。なぜ、何かしら。お待たせ。風の噂で聞いてるわ。ものすごい武勲を上げ続けてるって。降りかかる火の粉を払ってるだけだ。一緒に暮らしていた時のあなたは光り輝いていた。怖いもの知らずの私だけの素敵なディテクティブだった。だったら、いや、差し詰め、今の俺は薄汚れた探偵ってところかい。グエ。でも生き延びていてよかったわ。あなたが無事で。元気ないのね。あるさ、男としてのプライドを見せてやろう。いや、悲しいぞ。ねえ、ソーマ。なんだ。久々に。ダメ。こうしてあやめと一緒にいる俺ってやつは、あやめに聞きたいことが山ほどあるというのに。
相変わらず巻き込まれているらしいわね。お前が出て行ってから一層ひどくなったよ。でも組織をいくつも潰しているんでしょ。聞いているわよ。差し詰め、今のお前にとって目の上のたんこぶってところか。もう商売敵だしな。そうね、もう商売敵だものね。あやめ、なぜ。何。いや、聞けばただじゃ済まない。俺たちはもう商売敵だ。心のどこかであやめが否定するのを俺は望んでいた。バカバカしい。1年も前に結論は出ていたじゃないか。乾杯しましょう。何に乾杯するんだ。二人の再会とあなたの今の恋人さんに。そんなものはいない。ほら、ジョッキについであげるわ。やめろ。さ、乾杯。乾杯だ。素敵な乾杯ね。お前がアウトフィットの幹部とは驚きだ。しかも公安の連中に保護を求めたとはな。そう、潜入していた捜査官ってあなたのことだったのね。公安と手を結んだの。お前を探したのは保護するためじゃない。公安の手に渡したくなかったからだ。警察にも通報せん。理由は聞かせてもらえるんだろうな。聞いたら信じてくれる。聞いてから決める。お前をどうするかそれから決める。回答が気に入らなかったら。想像できる程度の知性はあるだろう。怖いのね。あの連中がどういうことをしてきたか知らないわけではあるまい。ええ、よく知っている。俺は連中を叩き潰す。そしてミントを奪い返す。そう、あのメイドロイド。知っているんだな。知っているわ。いえ。言えない。貴様がアウトフィットの幹部だからか。かもね。どんなことをしても吐かせるぜ。アウトフィットに人権などない。そうね。代わりにこんな話はいかが。公安へ保護を求める話、あれは罠だったの。どういうことだ。あなたはやりすぎたのよ。交流はいよいよあなたを殺すつもり。つまり私がおとりになる。公安は第三課を潰されたばかりだから表立って捜査をしてくるはずがない。確かにな。公安第四課はアウトロー集団だわ。けどボスの伏せ姫は慎重な人間よ。必ず代替を立ててくるはず。そこであなたに白羽の矢を立てる。そう組織は考えたの。全ては仕組まれたことだというのか。そう、私が餌、あなたは魚。魚が餌を口にすると針が喉に突き刺さる。なぜ話した。あなたには嘘をつきたくなかったからと言ったら信じてくれる。さあな。ねえソーマ、一緒に外国へ行かない。何。常夏の南国へ行ってディテクティブを二人で開業するの。あなたの才能なら事件なんてすぐにやってくる。何を言っている。昔のように一緒に事件を片っ端から解決していきましょう。そして裏切るわけか。かもね。もう数日待っていてほしかった。あなたの才能にはやっぱり勝てないわ。誰も勝てないかも。
ソーマ、私と勝負しない？勝負だと？あなたのクイックドローと私のそれと、どっちが優れているか。バカを言うな。ご挨拶ね。酒に溺れ錆びついたあなたの腕と、一日の訓練も欠かさない私のそれとでは雲泥の差だわ。あなたが勝ったら、あなたの言う通りにしてあげる。だけど私が勝ったら。勝ったら？私の願いを聞いて。俺がお前となぜやり合わなくちゃならない？宿命ね。私はアウトフィット、あなたはディテクティブ。明日まで考えて。考えても答えは決まっている。今晩はあなたの事務所に泊まらせて。久々にあなたの匂いを嗅いでみたいの。ああ、少し疲れたわ。あやめ、くそ、今さら俺は何を期待しているんだ。1年も前に結論は出ているじゃないか。あいつは闇の世界を取った。俺を捨てて。1年前か。あやめと俺は業界に旋風を巻き起こしていたぜ。ある時は奴隷シンジケートの銃弾をかいくぐって奴らを叩き潰し、またある時は政治家とヤクザどもの癒着と汚職を暴き出し、そして襲いかかる刺客を次々となぎ倒していった。俺が自分の才能を誇りに思い、社会のダニどもを一掃するのに躍起になっていたあの頃、怖いものは何もなかった。息をもつかせぬ波乱万丈の世界、それが俺の望んだ場所だ。二人で拳銃片手に闇の組織へ乗り込んでいったあの頃、俺がアイドラクラス A、あやめの B への昇格が決まった時、ついにあの連中に手を出してしまったんだ。近年台頭してきた正体不明の犯罪組織、世界中の犯罪組織を束ねつつあるあの連中だった。社会正義などというつもりはないが、俺としては奴らの非道なやり方が気に食わない。犯罪の裏にあの連中ありと言われれば、必然的に俺と奴らとの接点が生まれてくる。俺は奴らの支部や組織を片っ端から潰していった。そして目をつけられた。あやめはアウトフィット、俺の元を去って、奴らを叩き潰す証拠書類を根こそぎ持ってな。俺の周りのものを何もかも破壊した。アウトフィットの連中は俺のことを探し出し、息の根を止めようと躍起になっていた。あやめを失い、俺は騙し合いと殺し合いの毎日に嫌気がさしていたんだ。俺が俺の才能を疎ましく思ったのもちょうどあの頃か。名前を欲しい、事務所を新設し、俺は決して表舞台には出ない、そんな生活が始まったのがちょうど1年前だ。どの世界に元女房と打ち合いをする奴がいるって言うんだ。なぜだ、なぜなんだ。クソ、何がクラス A だ。俺は何もわからんアホだ。死んじまえ、阿行相馬。貴様は周りを悪運のどん底に陥れる疫病神だ。そのくせ己だけは生き延びてやがる。あやめは寝室で寝ているみたいだ。あいつの銃の腕はかなり立つ。まともにやり合えばどちらかが死ぬしかない。本気ってことか。くそ、なぜなんだ。
一晩中ずっと銃の手入れをしていたの？まあな。相変わらずリボルバーなのね。どう？結論は出た？ああ、お前の申し出は受けよう。そう。ああ、恋人いるんでしょ？いない。食器も揃ってる。しかも2つずつ。よく気づくな。お風呂もシャンプーセットまであったじゃない。そんなとこまで見るな。掃除も行き届いてるし。シュートメかお前は。しかも服も整理整頓されて、洗濯物まで女物の服が畳んであったわ。ミントのだな。でも雑箱の中に私の写真まだ持っていてくれたのね。憎しみを忘れないためだ。そう、安心したわ。私の今の銃はワルサー PPK よ。本気だな。本気よ。わかった。もはや何も言うまい。隣にトーストと紅茶が用意してある。ありがとう。優しいのね。紅茶、美味しかったわ。今は夕方の6時だ。町外れでどうかしら。いいだろう。勝つつもりよ。俺もだ。先に行っててくれ。野暮用がある。待ってる。電話を一本しておこう。舞子だ。こんなことを頼めるのはあいつ以外いないからな。法律事務所ですが。俺だ。相馬さん。ああ、久しぶりだな。はい。まだ愛想をつかしてるかい？そんな、けど先日アイドラへ送られてきた保険の調査結果があって。保険の？何度かお知らせしたと思いますが、こちらへ送られてきた。すまん、急ぐんだ。頼みがある。はい。マイコ、こんなことを頼める義理じゃないんだが、お前しか思い浮かばなくてね。何かありましたの？これから俺は殺し合いをする。え、すみません、もう一度。もしかしたら最後かもしれんから、一つだけ頼む。相馬さん、もしもし。報告書は俺の机の中に溜まっている。冷蔵庫の中のもんは片付けておいてくれ。パソコンはやる。服はバザーにでも出してくれ。どういうことですの？じゃあな。そう。